5月18日水曜日。こんにちは。スポーツ報知、長瀬昭則です。今節もボートレース大村の展望番組にお付き合いください。大村ではミッドナイトボートレースが終わったばかりですが、今日18日から23日まで、G2 第26回モーターボート誕生祭が行われます。 いやー忙しいんですけどね大きいレース続くとワクワクしますさあ今節はどのようなメンバーが登場するのか一覧をご覧いただきましょうフリップをお願いします今節はああもう全部 A1A2 ですね A1 級25人 A2 級24人を含めた合計 四十九選手ですね、二十五と二十四ですからね、四十九選手が出場します。SG ウイナーは太田和美、井口義則、魚谷智之、吉川元博ら七選手もいます。いいメンバー揃いましたね。迎え口形となる地元長崎支部は、初日ドリームにも登場する桑原優選手ら七人登場します。 G2 以上の特別レースが初めてという若手向いて今節は面白そうなメンバーですね SGG1 の選手に対して若手がどういくか本当に楽しみですモーターは昨年7月から使用されいいモーター悪いモーターはっきりとすみ分けされています私が注目しているモーターは2957 68号機29号機を引き当てたのが上条信孝選手です今年3月のボートレースクラシックでの SG 初優出,出,出後は各地で優出ラッシュ今節も注目したいですね57号機は吉田涼太郎選手 SG で優勝した68号機は 村岡健人選手が引き当てましたさあいいモーターどこまで活躍するか楽しみです以上が今節の出場選手一覧でした続きまして皆さんが注目されている初日のメインカード12レース発祥地ドリームの予想に移りましょう今節ドリームは1つですではフリップをお願いします 初日12レース発祥地ドリームにはご覧の6選手が出場します。フライング持ちはいません。侵入です。ピット離れが変わらない限りは枠なり、前付けに行く人はいないと思います。インは井口、角4コースが魚谷ー3対3を想定しています。さあ、今日はドリームメンバー全員が1回走り。 昨日の全県だけではなかなかわかりませんがこのドリームメンバーで上位級のモーターという選手はいませんただ昨日の全県日、スタートして下がったり出て行ったりという選手はいませんでした既歴で言えば19号機の魚谷71号機の桑原が少しいいのではないかなと思います しかし本命は1号艇、育児選手の逃げからです。64号機の2連対率は28.6%。数字だけを見れば不安になりますが、ミッドナイトの山崎雄二選手は、行き足から伸びが良かった。近況は数字以上の動きを見せています。井口選手も、ピンチではない。全県としては悪くないと話していました。 実戦を見ないと勝利の船足は分かりませんが伸び,られて伸びられたりすることはないと思います。ここはスタートを決めて先まいです。このメンバー、井口選手のほか太田、吉川元博、魚谷と内枠4人を SG ウイナー、いやー、揃いましたね。井口選手の相手は前走者の動きも悪くなかった太田。 両選手へまずは参りましょう吉川元博選手を4番手評価にはしています3コースうまいんですよねただこの41号機近況はピリッとしません SG クラシック最終日のペラ交換から特に出足が落ちてます吉川元博選手も昨日は伸びはまあまあ悪くなくてスリットで下がる感じはないけど 出足は怪しい感じがしましたと話していましたさあプロペラ調整などでどこまで上向きとなるかですね本番が気になります無印にはなりましたが地元の桑原選手5コースゴールデンウィーク特選は5コースから勝ってますからね気になる位置いいとこに入れてきましたね桑原選手の71号機は SG クラシックには出てませんがその後の整備からの上昇機です 前節、加藤翔馬選手が優勝戦に乗って3着、道中での粘り強い走りが光りました。前田選手もこれ、SG クラシックで前本選手が苦労した22号機なんです。気力はよくないと思っていましたが、前見比は悪くなかった様子です。前田選手からは、長谷さんがよくないって言うから不安だったけど、全然悪うないと突っ込まれてしまいました参りました。 この外枠、100日コンビも軽視できませんね。印通りの予想なら、1から2、4、3の2、3着ということになりますが、外の2人も気になる。ということで、い目は、2着には太田、魚谷選手に固定出足の不、出足に不安がある吉川選手はちょっと2着狙いよりはと思って、3着を手広くした方がいいかなと思ったので、1、2、全 三着薄めにも警戒です井口選手を信頼したいので狙い目はありません以上が初日12レース発祥地ドリームの予想でした大村でボートレースが初めて開催されて今年は70周年のメモリアルイヤー大村でしかできないレースがこの ボートレース発祥地記念モーターボート誕生祭です前回は椎名豊選手が G2 以上の特別レースで初優勝を飾りました今回は実力上位の SGG1 常連組が優勝するのかそれともニューヒーローが誕生するのか楽しみでなりません 今日も展望番組にお付き合いいただきありがとうございました。引き続き、ボートレース発祥地で開催されるモーターボート誕生祭でお楽しみください。スポーツ報知、長瀬明則でした。